大分、1、2、3、1、2、3、4ですね。転写体はこうですね、こうですね。はい、じゃあ書いていきましょう。いつものように会社はストップポイントが大事です。ストップで少し休みます。ストップで少し休みます。ストップポイントで休みます。そしてゆっくり持ち上げて、ちっちゃく当たって圧加えて押し出します。打ち込む左払いですね。軽くつま先立って圧加えていって押し出します。3画目、しっかり力をためて跳ねます。そして4画目ですね、持ち上げていきます。はい、続いて転写体です。転写体、先が真ん中を通るように、先がちょうどセンターから抜けてくる感じです。